天にいらっしゃいます父なる神様、この1週間の私どもの歩みをあなたが共にいてくださり、お支えくださいましたことを心より感謝いたします。またこの礼拝の場所にあなたがお招きくださっていることも感謝いたします。礼拝の時、あなたの恵みを思い起こし、共に賛美する時としてください。また御言葉をもって私どもを養ってくださいますように、そして御言葉に従って生きるものとしてくださいますように、そのことを通してあなたを証しするものとして私どもを性別してください。またさまざまな理由でおいでになれない方々のことも覚えます。安息日の主よ、どうか共にいてくださり、安息日主が共におられる平安と、また癒しとをお与えくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。マルコによる福音書15章の42から47節でございます。新約聖書80ページ、新共同訳聖書96ページでございます。お読みいたします。マルコによる福音書15章42節から。さて、すでに夕方になったが、その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフが大胆にもピラトのところへ行き、イエスの体の引き取り方を願った。彼は地位の高い議員であって、彼自身、神の国を待ち望んでいる人であった。ピラトはイエスがもはや死んでしまったのかと不審に思い、百訴長を呼んです。もう死んだのかと尋ねた。そして百訴長から、確かめた上、死体をヨセフに渡した。そこでヨセフは天布を買い求め、イエスを取り下ろして、その天布に包み、岩を掘って作った墓に納め、墓の入り口に石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセフの母、マリアとは、はい、ヨセの母マリアとは、イエスが納められた場所を見届けた。それでは皆様お立ちくださいまして、開口賛美歌9番でございます。
それではお祈りを捧げたいと思います。ひざまずける方はひざまずいてお配りください。御在天の御知恵様、あなた様の特別なお招きによりまして、今この会堂に集い、そしてまたオンラインであなた様の礼拝に参加できますことを心より感謝申し上げます。日々の歩みが守られ、またいろいろな災害や事件から守られてこうしてまいりました。しかし社会は多くの困難やいろいろな災害の中に住んでいらっしゃる方も多くおられます。神様、どうぞまもなくあなた様がおいでになるまで忍耐し、そしてまたあなた様を待ち望む信仰を続けさせることができますようお導きください。隣の病院で病の床に伏しておられる方々のお一人お一人もあなた様のお守りとお支えがありますようお祈りいたします。特に能登半島の被害を受けている方たちにも神様の慰めとお支えがありますようお祈りいたします。どうぞ主が共にいてくださいまして、この礼拝を特別に祝福してくださいますよう、愛する御子イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして礼拝献金を捧げしたいと思います。11その他の献金も含めてお捧げいただければと思います。またクレジットカードその他で献金することもできますので覚えてください。お祈りいたします。愛する天の神様、日々の糧が与えられますことを感謝いたします。そのうちあなた様にお返しし、またあなた様の御業のために用いるべく捧げたいと思います。どうぞこの心を汲み取ってくださいまして、あなた様のお働きがより発展することができますようお祈りいたします。すべてあなた様の御栄が表されますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。天にまします。我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさすたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目も許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時にもなればなり、アーメン。
今朝の説教は東京会主任牧師であられる近藤光健先生によりまして、死を経験された救い主と題してなされます。その前に検証がございます。今賛美にありましたように、イエス様がシャロンの野花としてですね、例えられていました。その最後の節で踏み散らされたとあります。今日読みますマルコによる福音書の場所は、まさに踏み散らされていったイエス様のお姿を学ぶ場面であります。さて、その日は突然訪れました。今から16年前の12月、私は山陰学院の学生のハンドベルチームを引率して、ある施設でコンサートを行っておりました。そのコンサート中に弟から携帯に、父が亡くなったから鹿児島にすぐ帰るようにという連絡が入りました。父は脳幹出血を患い、10年以上療養しておりました。何度か誤嚥性肺炎になり危ない時がありましたので、いつかは別れの時が来るとは思っておりました。しかしその頃、特に父が厳しい状況にあるという連絡はありませんでしたので、私にとってその知らせは寝耳に水でありました。動揺を抑えながら、コンサート後急いで学生と共に学校に戻った後、すぐ羽田に向かいました。遅かれ早かれ、いつかは大切な人にさよならを言わなければならない時が訪れます。たとえ心の準備をしていたとしても、なかなか受け入れがたいものです。初めて私は親を亡くし、改めて心の中に父が占めていた部分があったことを気づかされました。何かこうぽっかり穴が開いたかのような、そんな思いを経験いたしました。
イエス様を失った弟子たちはおそらく私が経験した思いよりもはるかに辛く深い悲しみを経験したことと思います。それは彼らにとって予想しない出来事でした。同じ週の日曜日にイエス様は群衆から大歓迎を受けてエルサレムに入場したんですね。それから1週間も経たないうちにこのようなことになってしまったわけです。一体何がどうなったのか、そしてどうしてこうなったのか、おそらく混乱したことと思います。そしてその死に直面して筆舌に尽くしがたい深い悲しみと挫折感、そしてイエス様を捨てて逃げてしまった後ろめたさ、さらに今度は自分たちが捕らえられるのではないかという恐れに駆られて彼らはですね、逃げてしまいました。しかしイエス様はエルサレムに向かうにあたってご自分の死を覚悟しておられて、その死の意味を理解しておられました。だから互いにライバル意識を燃やしていた弟子たちにこう語られました。人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。人のことはイエス・キリストのことです。そして贖いとは誰かが負債の責任を代わりに負うことによって負債者をその責任から解放することを意味します。例えば借金のために奴隷となった人がいたならば、その借金を代わりに払うことによってその人を奴隷から解放し家族のもとに連れ戻すことを意味いたしました。これをイエス様による救いということから言い表しますと、イエス様は私たちが犯した罪の責任を十字架において命を懸けて償うことで罪が許されて神様と共に生きるようにしてくださるということです。それが贖いです。そのために十字架で苦悩されたことを前回お話しいたしました。その苦悩のゆえにイエス様は十字架にかかられて6時間余りで息を引き取られました。先ほど読んでいただいたマルコの15章もう一度開けていただければと思うんです。44節にですね、イエス・キリストを十字架に送ることを命じた当時のローマの総督ピラトが驚いたことが出てきます。15章の44節、ピラトはイエスがもはや死んでしまったのかと不審に思い、百訴帳を読んでもう死んだのかと尋ねた。もう死んだのかというぐらいですね。本来なら十字架って長く人を苦しめて晒すっていう刑です。しかしわずか6時間余りでイエス様は息を引き取られたんですね。それで百訴帳を読んで確認したようなんです。百訴帳が確認して間違いなく亡くなったとピラトに報告した通り、間違いなくイエス様は十字架で命を捧げ尽くされたのです。その苦悩はすべて私が神様と共に生きる永遠の命に預かるためでありました。このようにイエス様は誕生から死まで人として経験なさいました。いわば死を経験された救い主です。人生にはさまざまな苦しみがあります。イエス様は人として私たちが背負う苦しみと向き合われました。だからこの救い主は私が抱えるさまざまな思いも私の弱さもよくご存知です。そしてご自分の死によって私たちが神様と共に生きれるよう神様のもとに引き寄せてくださり、どんな時も共にいると約束してくださいました。例えば私が生涯を終える時も共にいてくださいます。また愛する者を
愛する人を失い深い悲しみに暮れる時も、私たちの思いをよくご存知でいらっしゃって共にいてくださいます。福音書を読みますと、イエス様はご自分の死によって悲しみと挫折を経験する弟子たちのことを思い、彼らが絶望して信仰がなくならないようあらかじめ配慮しておられました。ここに3つの聖句を挙げておりますけれども、このように3度もですね、弟子たちにご自分が不当に扱われて死を経験することを予告なさいました。それで終わるのではなく、ここにありますようにその後に復活の希望があることもお話しなさいました。今見ていただいておりますイエス様の言葉には、いずれも死とともによみがえりの約束が語られています。三度も同じことを語られたということは、それが忘れてはいけない重要なこと、そしてそれを必ず成し遂げるという強い意志を持って約束されたことを表しています。しかしイエス様の弟子たちは死であり、また救い主と信じていたイエス様の死を望んでおりませんでした。彼らからすればイエス様が救い主であるならば、そんなことはあってはならないことでした。しかし彼らの淡い期待も虚しく、イエス様は十字架にかけられたのです。恐れた弟子たちは皆イエス様を捨てて逃げてしまい、イエス様の埋葬にすら現れることはありませんでした。しかしそのようなイエス様の言葉を信じきれない弱さを抱える弟子たちを、最後までイエス様は愛し抜かれました。ヨハネによる福音書の13章にイエス様が弟子たちの足を洗う場面が描かれています。足を洗う行為によってイエス様が弟子たちを家族のように愛し仕えたことが記録されています。またルカによる福音書には、イエス様を裏切る弟子ペテロの信仰がなくならないように祈ったとあります。このように十字架に向かわれる前にイエス様は弟子たちを気遣い、どれほど愛しておられたかを表し、祈りでお伝えになられました。これが死を前にしたイエス様の自分に従ってきた者たちへの温かい愛のこもった配慮でした。同じように私たちが大切な人を失う悲しみにある時も、イエス様はその思いをよくお分かりになっておられて、私たちをさまざまな形でお支えくださり、慰めてくださいます。先ほど私の父が亡くなったことを少し申し上げましたけれども、なぜ弟からですね、連絡があったかといいますと、弟はたまたまですね、リハビリの医者をしてるんですが、学会で九州に行きましたときに、実家に立ち寄ったんですね。で、鹿児島空港に着きましたとき、たまたま偶然弟の友達に会って、その友達がタクシー券を持ってたようなんです。なので私の弟に、今度タクシー券持ってるから一緒にタクシーに乗って鹿児島市内に行こうやと言ってですね、そのタクシーに乗せてもらって、空港からドアツードアでですね、父の病院、入院している病院までつけてもらったんですね。でそれで弟が病院に入って、父の病室に行きましたら、もう虫の息だったんです。弟はまさかそういうふうなですね、臨終のところに立ち会うとは思っていなかったようなんですね。まあ、ずっとリハビリの医者として、その病院のお医者さんとも連絡を取りながら父のケアをしてきた弟に、きっと神様は最後の臨終の場所、時をですね、与えたんじゃないかなと私は感じたんですね。そして、まあ、弟が病床のところに行って30分ぐらいして父は亡くなったんですね。弟と母に看取られて亡くなりました。まあ、弟と話しながら、
神様が共にいて働いていることを本当に死の時においてもですね、感じさせていただきました。それは私たち兄弟にとって母にとっても慰めでありました。神様、イエス様はですね、私たちと共にいて、また弟子たちにも気遣い変わらぬ愛をお示しくださるんですが、イエス様が捕らわれた時、弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまいました。これが人間の本当につれなさであります。親しかったものすら見捨てられて、イエス様の十字架の歩みは実に孤独な歩みでありました。しかしその歩みは父なる神様への信頼と私たちへのひたむきな愛によって支えられた歩みでありました。その後の埋葬も実に寂しい埋葬です。かつてイエス様の周りに多くの人々が集まったにもかかわらず、3年以上共に活動した弟子たちすらいない、ごくわずかな人々によって埋葬はなされました。このような形でイエス様は人として孤独な死を経験し埋葬されました。しかしここに私たちの救いがあるんです。ヘブル人への手紙2章にこのような言葉があります。少し分かりやすいのでリビングバイブルの訳をちょっとご紹介いたします。神の子供である私たちは血も肉もある人間です。そこでイエスも血肉を持った人間の姿でお生まれになりました。それは人間として死ぬことにより死の権力を振るう悪魔の力を打ち砕くためです。これだけが一生涯死の恐怖の奴隷となっている人間を救い出す方法だったのです。自ら試練と非常な苦しみを体験された主イエスだからこそ、試練にあえいでいる私たちを助けることがおできになるのです。十字架において私たちのために命を捧げ、私たちを死の恐れから救い出し、死と向き合う苦悩を乗り越えさせてくださるイエス様を思い、モーツァルトは晩年に有名な曲を書きました。アベ・ベルム・コルプス、尊き主の御体という曲をご存知でしょうか。いろんな訳があるんですが、ある訳をご紹介いたします。めでたし誠のお体よ、乙女マリアより生まれたもう、人々のため犠牲となりて、十字架上で誠の苦しみを受け、貫かれたその脇腹から血と水を流したまいし方よ、我らの臨終の試練をあらかじめ知らせたまえ。この曲はバーデンで療養しているモーツァルトの妻コンスタンツェの世話をしていた合唱指揮者アントン・シュルトにモーツァルトが感謝を込めて作曲した曲だとも言われています。この時モーツァルトは戦争のために作曲活動が思うようにできなくなり、経済的に苦しい状況にありました。そのような中で幼い頃に親しんだ教会音楽の作曲を手掛けるようになり、すでにあった歌詞に曲をつけたのがこの尊き主の御体という曲です。キリストが私たちのために犠牲となられ、苦悩の死を経験された、そのことに感謝し、私たちに先立って臨終の試練を経験されたイエス・キリストが共にいて、その苦悩を知らしめてくださいと歌い、人生の最後の時にも共にいてくださるキリストへの信頼がこの曲に込められています。この曲を作曲して半年後、モーツァルトはこの世を去りました。この曲が厳かに奏でるように、生きる時も死の悲しみに際してもイエス様は共にいて私の苦悩を受け止めてくださいます。心のマナーをご覧ください。
主法に心の学んとして第一テサロニケ五章の十節の言葉を載せました。キリストが私たちのために死なれたのは、覚めていても眠っていても私たちが主と共に生きるためである。主イエスの十字架によって私たちは人生の最後までいつもこの方と共にあるものなのです。元気な時も病床にある時も、そして人生を終える時も、さらに人生を終えてしばしの眠りについている間も、私たちは主イエスのものであり、主がよみがえられたように将来新しい命によみがえらせていただけるのです。ここに人生の終着に向かえる時にも、向かう時にも与えられる心の支えと慰め、そして希望があります。ところで、イエス様が息を引き取ったのは金曜日の午後3時ごろでした。その後のところをお読みしたいと思います。さて、すでに夕方になったが、その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、有馬太陽のヨセフが大胆にもピラトのところへ行き、イエスの体の引き取り方を願った。彼は地位の高い議員であって、彼自身神の国を待ち望んでいる人であった。ピラトはイエスがもはや死んでしまったのかと不審に思い、百卒長を呼んで、もう死んだのかと尋ねた。そして百卒長から確かめた上、死体をヨセフに渡した。そこでヨセフは雨布を買い求め、イエスを取り下ろして、その雨布に包み、岩を掘って作った墓に納め、墓の入り口に石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスが納められた場所を見届けた。この日の日没から安息日に入ります。ユダヤでは木にかけられたものは呪われたものとされましたので、安息日に入る前に取り下ろさねばなりませんでした。通常こういう場合、家族が引き取るか、そうでなければ処刑されたものが葬られるところに乱暴に葬られ、受刑者は死してもなお恥辱を受けました。おそらく最後まで見守っていたガリラヤから従っていた女性たちは、イエス様を埋葬したいと思ったことでしょう。弟子たちも同様の思いだったはずです。しかし、身内でもなく社会的地位もない彼らでは、ローマの総督に掛け合うことは到底できないことでしたし、弟子たちにはその勇気すらなかったんです。そこへイエス様のお体を引き取ることをローマの総督ピラトに申し出た人物がおりました。有馬太陽出身のヨセフです。有馬太陽という場所がどこにあるか諸説あるようなんですけれども、エルサレムから北西に32キロほど行ったところにあるラマタイムという町がそうではないかと言われているそうです。おそらく彼は裕福な人物で、イエス様を裁いたユダヤの最高法院の議員の一人でありました。その議会で有罪とされた人物を議員が引き取って葬るということは、その人の仲間あるいは信奉者だったことを見なされて立場を危うくする行為であります。しかしヨセフはですね、大胆にもとあるように引き取って埋葬することを申し出たんですね。別の訳ではですね、勇気を出してとなっています。本当にこれは勇気のいることだったはずです。彼が申し出た理由の一つには、杉越祭の最中の安息日が始まる前です。誰かがこれをやらなきゃいけないという思いがあったことでしょう。
またユダヤ人の宗教的経験さから亡くなった人を適切に埋葬すべきだという考えもあったでしょう。しかし何よりも彼は神の国を待ち望んでいる人であったのです。別な訳ではこの人も神の国を待ち望んでいたのであるとなっています。この人もです。マルコによる福音書の最初の読み手であるクリスチャンたち、そして今読んでいる私たちと同様に、この人も神の国を待ち望んでいた人でした。イエス様が公の活動で語り続けたことも、神の国は近づいたでした。神の国、それは神様のご支配を意味します。この世界の残酷な現実を見ると、神様などいないかのように思える時があります。しかし、イエス様が旧約聖書の約束の通りにおいでになられたこと、そしてこの地上で働かれたこと、約束の通り私たちの救いのために命を懸けたこと、これがこの世界を神様が治めておられて救いへ導いておられるということ、すなわち神の国が訪れつつあることの見える印なのです。おそらくヨセフはイエス様が語られた神の国の訪れを聞き、なさっておられることを見聞きして、イエス様に共感し思いを寄せていたのだろうと思います。ヨハネによる福音書には密かにイエスの弟子となっていたと書かれています。隠れキリシタンのようになってたんでしょうね。だからイエス様の裁判におそらく納得していなかったはずです。しかし議員としての立場上、イエス様の弟子であることを公にすることができずにおりました。その勇気がなかなかなかったんです。それでも最高法院での裁きの中でのイエス様のお姿を見、さらに十字架の最中に起こった出来事、そして十字架上のイエス様のお姿とその死の様を見て確信したのだろうと思います。前回お話ししましたように、ローマの百卒長がイエス様の最後を見届けて、このお方こそ神の子だったと告白したように、イエス様は人生の最後の場面においてもご自身を明かしなさいました。そのお姿によって心を動かされたヨセフを神様が導いて奮い立たせてくださり、彼は大胆にもイエス様のお体を引き取り埋葬することを総督に申し出たのであります。しかも彼自身が雨布を買い、自ら十字架からイエス様を取り下ろしたようです。このマルコによる福音書を読むとですね、マルコは短くその様子を書いていますが、実はこれ結構大変なことなんですよ。ことにですね、敬虔なユダヤ教徒にとって相当これはハードルの高い行為なんです。なぜかと言いますと、まずですね、イエス様は十字架に太い鉄の釘で固定されています。打ち込んで飛び出した先をキュッと曲げてたはずです、抜けないようにですね。まあ、それをこじ開けて抜かなきゃいけないんです。そしてお体から抜かなきゃいけないんですね。当然血が流れたその体に触れたはずです。ユダヤ人にとってですね、遺体に触れるということは汚れるということを見なされる、汚れるということと見なされるんです。そのためのですね、清めの儀式もあるんですね。しかしそれを議員だった彼が行い、その体を取り下ろして、その体に雨布を巻いて埋葬したんです。私はこの行為自体が
彼が待ち望んでいた神の国、言い換えれば神様のご支配が彼の心の内にあることを証ししているように思えるのです。同じように私が神の国を求め待ち望むとき、神様のご支配はまず私たちの心の中に訪れるのです。こうしてイエス様のお体を引き取ったヨセフは、このために購入した天布でイエス様を丁重に、しかし日の暮れる前に終えなければなりませんので急いで包み、岩を掘って作った墓に納めました。マタイによる福音書によりますと、彼の新しい墓に納めたとあります。まだ使われてない自分の墓です。おそらく自分のため、あるいは身内のために準備しておいた墓でしょう。どうですか皆さん、そのような家族の墓に、まあ、他人といいますかね、他人を普通入れるってことはあまりないですよね。誰も葬られたことのない新しいお墓にまずイエス様を納めたんですね。いずれは彼もこの墓に葬られることを考えていたはずです。自分の墓ですので、そこにイエス様を納めたんです。こう考えますとですね、彼のイエス様を本当にしたい、もっと従いたかったっていう思いがここに込められているような気がいたします。またそのように真新しい墓に新しい天布で包んで納めたことにも、彼のイエス様に対する思いが込められているように思えるのです。普通犯罪者として処刑された者はこのような埋葬を受けることはありません。しかし彼はイエス様の埋葬に自分の新しい墓を提供いたしました。その行為にイエス様への尊敬の思いがあったようにも感じます。そしてイエス様の名誉を回復したいという思いもあったのかなと思うんですね。父の納骨は葬儀からだいぶ後だったんです。というのは父が検体をいたしましたので、多分2年近く経ったんじゃないかと思います。その納骨に際して、私の父の遺骨を鹿児島教会内にある納骨堂に納めました。しかし母の願いでですね、通常はその納骨堂にそれぞれご遺骨を納める小さな箱があるんですけれども、母が願ってですね、その箱ではなくてオリジナルの箱を用意したんですね。弟が知り合いにお願いして、それをお願いして、父と母の2人分が入る特注の箱を作ってもらいました。その箱に父を偲ぶ言葉として、身体障害者であった父が好きだった折れたるは折れたるままにという言葉を書いてもらいました。その言葉を見るたびに父を偲ぶ時を持たせてもらいましたけれども、その箱に父の納骨を済ませた時ですね、母は何か一つやり遂げたような思いになったようです。大切な人に別れを告げる告別式から埋葬までの歩みが、個人との思い出を心に収め、神様によって悲しみが癒されていくプロセスのように思いました。また大切な人のそばに自分もいつか埋葬されるということが、残されたものの慰めになることもあるんですね。有馬屋のヨセフは日没前までの限られた時間でできるだけのことをしてイエス様を埋葬いたしました。その埋葬にイエス様を救い主として信じて慕い、ガリラヤから従ってきた2人の女性たちが付き添いました。自分たちがしたくてもできなかったことをヨセフが行ったことにきっと感謝したことでしょう。彼女たちは石で入り口が塞がれて埋葬が終わるまで見届けました。別な訳では
遺体を納めた場所を見つめていたとなっています。しかもこの言葉はですね、しばらくそこに佇んで見ていたことを暗示するような表現なんです。彼女たちはその場を離れがたい思いで、その場所を見つめ続けていたんですね。ここに彼女たちのイエス様への思いが込められているように思います。イエス様を慕い、そばから離れたくない、そんな思いが伝わってくるようです。納められた場所をじっと彼女たちは見つめ続けていた。それでこの15章は終わります。このようにイエス様を慕うわずかな人々によってイエス様は埋葬されました。この埋葬の物語は、確かにイエス様が死をご経験されたことを私たちに伝えています。イエス様は私たちのために死をご経験された救い主です。イエス様が死なれたのは、私たちが死に向かうときも、そして死別の悲しみにあるときも、常に私が死と共に生きるためでありました。イエス様はどんなときにも共にいてくださいます。だから私たちは一人で人生を歩んでいるのではないのです。そればかりではなく、私が死に飲み込まれないために、このあとご自身のよみがえりによって死の先にある希望をお示しくださいました。事実、イエス様の物語は先ほど申し上げましたように、この15章で終わりませんでした。もし終わっていたならば、この15章でマルコの福音書は終わったことでしょう。しかしもう一章続くんです。埋葬された場所を見つめ続けていた、悲しみに暮れていた女性、そして埋葬すらできず悲しみと絶望、さらにイエス様を見捨てた残機の念を抱えていた弟子たちは、最も辛く悲しい安息日をこの後過ごしました。しかし日曜の朝、早朝、埋葬された場所を見続けていた女性の一人であるマグダラのマリアが、最初に復活したイエス様に会いました。彼女の深い悲しみと嘆きは、その時歓喜と希望に変えられたのです。死を経験され、死に勝利して復活されたイエス様が今も生きておられて、人生の終わりまで共にいてくださいます。このお方に支えられて、私たちに託されていることをやり遂げて人生を終えることができたら、いかに幸いなことかと思うのです。また私たちは人生の歩みにおいて、愛する人を失う深い悲しみを経験いたします。しかしその時も主は共にいてくださいます。悲しみの安息日を過ごした女性たち、そして弟子たちが復活したイエス様にお会いし、その心が喜びに変えられたように、私にも慰めの時、そして回復、復活の時が用意されています。だから私たちは人生を終える時も、また死別の悲しみにある時も、私たちを慰め支えてくださる死を経験された救い主イエス様を見上げたいと思います。そして有馬太屋のヨセフのように、神の国を待ち望みつつ、悲しみの先に復活という希望と喜びの時を用意しておられる主に信頼して、それぞれに託されている人生の歩みを主イエスと共に歩んでまいりましょう。御教説明を感謝いたします。それではお立ちくださいまして、閉会賛美歌121番です。
お祈りいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、私どもはいつかはこの地上での歩みを終えなければならない限りあるものであります。しかしそのような私たちがイエス様と共に生きるために、御子イエス様をお使わしくださり十字架に送ってくださいましたこと感謝いたします。その死によって私たちは起きているときも眠っているときもいつも主と共に生きるものとしていただきました。どうか私が人生を終えるとき、また愛する者にこの地上での別れを告げなければならないときも共にいてくださり、私どもをお支えくださって慰めをお与えください。そして有又屋のヨセフが神の国を待ち望んだように、私たちも神の国の訪れを待ち望み、御国においてイエス様を中心に再会する希望を確かなものとしてくださいますように、そして共におられる主の愛を受けて、私たちも悲しみにある方に寄り添うものとしてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。